予選2回目、まず飛び出したのは桂アルティア。10分間の持ち時間で何度かアタックをかけるが、他者に引っかかったりでタイムは今一つ縮まらなかった。GTO のドライバーは多い。うまく GTR のスリップに入り2秒台をマーク。この回の3番手。一方レッツォは和田が気合の入ったドライブでタイムを縮め2位。そして最後に1秒台をマークしゴールを決めたのがプロジェクトニュー GTR。 担当エンジニアはご存知この人。